販売は先生です。ですね、FX のインジケーターの紹介ですね。こちら、まあ、1、2、3、4、5、6、28個ですね、通貨国を表示してますけれども、こちらはね、1ヶ月間のトレードシグナルが出てから1ヶ月後決算するという、方式の設定で今分析をさせています。ちょっと待ってくださいね。こんなんですけれども、今そうですね、設定値が固定になってるんですけど、入れませんね。切り替えの時にね、簡単なんで今やってるんですけども、それじゃあ設定できるんですけどね。で、取引が3個以上というのでね、分析しております。それでシフトが30ですね、でやってます。ラインスは5000ですね。それで、これ分析してるわけですね。これないわけですね、 この通貨赤いのはね。で黄色のこれは見つかってるということですね。こっちで一番上は現在のですね、2番目が見つかったやつのシグナルですね。3番目はこの残り時間ですね、分析のね、この量で出てます。ここに英語で書いてますけど、ここで分かるかと思います。英語でね、現在のという Now と書いてるんですけど、これここはちょっと見えませんけどね。でこれが見つかったやつですね。これがね 1978.333 ピップスですね、平均で3回のうちの1個がね、平均ですね、 3個のうちの平均がこのピップスの利益となってます。これもは 8250.500 ピップスの利益となってますね、平均で。勝率は 100% となってるわけです。でちょっと広げますけど、ここシグナルとか30日間ですね、どこら辺まで行くのか、ここら辺だと思うんですけど、ね、勝率 100% だから、これはどうなの？ここ上がったけども、ね、どんぐらいなのかってちょっと見てたんですけどね、ちょびっとだけになってるのかな。ちょっとこう多くして、シグナルが出てるところ、3個しかないんでね。ちょっと出るかな。こうですね、少ないんでこれちょっと見れないな。ねえ、これちょっと出れちゃう。1、2、3、4、5、ここら辺ですね、ここら辺で来てるわけですね。あ、こっからここまでの利益となるわけですね。ね。で、まあシグナルが出てから1ヶ月を計算してください。FX のね。で、シグナルが出てから1978.3333平均のピップスの利益という、ね、現在 100% であるということでね、まあ今後は分かりませんね。でこの投資数3にしてるんですけど、3個以上ということですけど、もうちょっと大きくすると、次のね、パーセンテージがね、数が多いと当たりやすいわけですけど、少ないんで当たりにくいですけどね。一応分析では今までは3個とも 100% でありますよということですね。
本当投資数が少ないとね、あのシグナル数少なくすると勝率がよく上がるんだね。でピップスもいいんでということで分析させてみたんですけど、FX の投資ですね。まあこのようにこの24、28かあの多い通貨国でね、これ分析させてシグナル出たら投資するか FX でねということですね。で30個ぐらいでも やるといいんですけどね。でこれはねシフト7じゃなくて30日にでやって利益をがっぽり取ろうかというようなことでね見ておりました。で勝率を上げてね、でまあこれ FX 用ですね。 FX 用の投資なんですけど、まあ、でこちらの方は私の方はね1時間の分析じゃなくて、5時間ぐらい分析させてます。まあ市販リス版は1時間だけの分析となっておりますけどね、ちょっと5時間と私の方ではやってみました。多くねやってみました。んで、他も探してるんだけど見つかんないですね。であとねピップスを 1000ピップス以上にしてるんですね、私の方の設定でね。まあそんなことで、1ヶ月間のシグナル出てから1ヶ月間後の決算での利益を取るという方式のね、トレードですね、1ヶ月トレードですね、のバイナルオプションの、あバイナルオプションじゃなくて FX のインジケーターですね。バイナルオプションとはちょっと全然違いますね、シグナルの作り方がね。なんせ利益本位とパーセンテージで見てますね。まあそんなことで、紹介いたしました。どうもありがとうございました。